みんな旅してる？どうもしげです。鹿児島編第8話は奄美大島最南端瀬戸内町加計呂前渡る秘境の入り口。今回はかなり緩め。それではスタート。今夜到着、奄美大島に戻ってきました。今日は港2階のレストランでランチにしたいと思います。海が一望できる非常に眺めのいいロケーション。海鮮丼が来ました。うまそう。茶碗蒸し付き。本日の宿はこちら、ゲストハウス昭和荘。本日の部屋は5人相部屋のドミトリー。奥にはコインエアコンも。共用のシャワールームが1つ。500円払えば五右衛門風呂にも入れます。共用のトイレ、独特の BGM が流れます。共有スペースのロビー、なんだか圧倒的濃い世界観。今日は天気が悪いので宿で編集します。夕飯の買い出しで A コープやってきました。今日はスーパーで買ってきた食材を宿の中庭で炙っていきたいと思います。とにもかくにもまずはビール。炙る前にまずカンパチの刺身。まずは厚揚げを炙っていきます。厚揚げ待ってる間、先に炙り明太子いっちゃおうかな。うまそろそろ厚揚げも良さそう。食ってみましょう。最後の締めは金目鯛の開き。うまっ。あう。おはようございます。今日もおなじみの朝飯。チェックアウトの時に音楽が流れ始めました面白い仕組み。宿を出る時、姿が見えなくなるまで巨大旗を振ってお見送りされました。コニアから隣町のアギナまでバスで向かいます。こんなに広い車内だけどバス貸し切りです。アギナ小学校前に到着しました。本日から2泊するのはこちら、ハブアナイスインさんです。俺の部屋は6畳の和室。共用スペース広々で和室と洋室部分があってすごい。共用のキッチンも使えるから自炊もできるね。トイレもおしゃれでナイス。共用のシャワー広々してて、シャンプーも好きなの選べます。洗面台はいろんなとこにあって合計3つあるから便利。洗濯機は洗剤も使えて1回200円です。アギナのコンビニ的存在、アイショップで昼飯なんか調達したいと思います。本日のランチはカレー曜日とサンドイッチ、そして宿の方がくれた野菜です。今夜は居酒屋旬さんです。落ち着く感じの店内とハブ酒。一杯目は朝日の生。おー、音が
し盛りが来ました。島の甘い醤油をつけて。寒くないですか？閉めましょうか、うん、大丈夫です。2杯目はこのハブ酒飲んじゃおうかな。疲れてます。あ、ハブです。すごい迫力。OK です。花ちゃんでございます。花ちゃん。ということで2杯目ハブ酒38度で漬けてあるそうです。島料理の味噌漬け、レバー、豚の顔、タン。黒糖焼酎飲み比べ3種持ってきてもらいました。締めは奄美なのに旬のもつ鍋。奄美といえども16度なんで鍋が恋しい季節。こんなもん食っちったら酒が足りねえ。3杯目ウォッチメズ。レント限定酒復刻版、通常と飲み比べしてねって言われました。復刻版の方が雑味はあるけどフルーティーなのかな。こちらの言葉で寺田なぜではトビンニャ来ました。今日の昼飯ラスト1個だった近所の売店の弁当。今夜は宿で飲みます。A コープで買ってきた刺身パラダイス。続いてはあったかいつまみたち。今日は久しぶりに晴れたのでコニア周辺を散策します。これからバスでまずコニアへ向かいます。バスでコニアの中心街までやってきました。まずは腹ごしらえということでランチ、こちらのリブさんで食べようと思います。おしゃれな雰囲気の店内です。自家製ハンバーグ、ライス、スープ付き、めちゃくちゃうまそう。この間まで泊まっていた昭和荘に原付き借りに来ました。1日1500円。原付き24時間1650円で借りたのでこれから行ってきます。宿利浜到着しました。宿利浜、目の前にドーンと海が広がってます。湾になってるからですかね、波もとても穏やかです。海側は石多めですが陸側は砂浜が広がってます。宿利浜の目の前にはザ・シーンというリゾートホテルもありました。続いては分かれ道をほの星海岸側行ってみたいと思います。ほの星海岸やってきました。誰かが白い石で作ったほの星というのが残ってますね。海岸の特徴は何といっても敷き詰められたこの丸い石たち。シーゲーまで作っといたから誰か旅完成させてください。さすが奄美大島、ハーブに注意の看板。こい海岸線ドライブも気持ちいい。ハートが見える風景という場所からの景色、のどかですね。マネンザキ展望広場にやってきました。素晴らしいマーベラスな青さの海。へえ、ミステリーサークルみたいなこの風具、ここら辺にいるんですね。高知山展望所、ここから5分行ってみましょう。
ハーブ注意。着きました。これが河内山展望所。おお、コニアの町が一望できる。すごくいい眺めだ。すぐ近くの由比岳展望公園にやってきました。静かな景色が広がってます。大島海峡展望所もあるようです。行ってみましょう。おお、これは見事、大島海峡と加計呂麻島がよく見えます。今日は宿のおばんざいをいただきます。まずはイカの酢の物と刺身です。枝豆と突き揚げ、さつま揚げですよね。豚肉とニンニクの芽のキムチ炒め、骨付き鶏肉の塩コショウ焼き、盛りだくさん。今が旬のブリブリブリ、3杯目里のあけぼの水割り、サービスでショコラトルテケーキ。今朝は朝ごはんも宿で食べます。今日も原付でコニアを少し探索します。瀬戸内海の駅のすぐそばには幸福の鐘があります。早くまた海外行けますように。近畿大学近代マグロ養殖の町でもあるそうです。コニアも男はつらいよのロケ地だったそうです。コーラル橋、船の先端みたいになってるところが写真スポットらしい。ということで撮影スポットになっているという船の先端っぽいところへやってきました。ここならタイタニック感味わえるね。町の外れに徳洲会病院があるんですが、そのすぐ近くになんとトトロのバス停があります。瀬戸内町は戦争遺跡がたくさんあるようです。コニア中学校、ここは昔陸軍の病院だったそうです。コニア高校、昔は奄美大島要塞司令部。今日のランチは島魚奄美さん。海鮮丼が来ました。うまそう。バスでアギナまで戻ります。バスでアギナに戻ってきました。今日の夕飯は宿で、バンバンジーサラダとカキフライ弁当。バスでコニア港まで向かいます。コニア港前まで着いたので、まずファミマで朝飯買います。ファミマで買ってきた今日の朝飯、爆弾おむすび5種。これから徳之島辺戸の港へ行きます。乗り場はおなじみ瀬戸内海の駅。チケットはこちらのカウンターで片道1820円。今回乗るのはこちらのフェリー奄美、でかーい。喜界島から奄美に来る時にも乗ったことある寝っ転がれる席。奄美大島コニアを出港しました。徳之島辺戸の港に到着しました。次回、長寿子だから闘牛の島徳之島、お楽しみに。ハブ酒を飲んだらなんだか今日行けそうな気がする。あると思います。